南小倉駅来てみました。日本本線も通ってですね、飛騨彦山線以外にも、で田川ご当地駅行きもちゃんとありますし、駅の窓口は15時までとなっています。券売機が一つ。どれぐらい降りてくるんだろうね。小倉方面の電車が来たのか。行きましたね。そこに飲み屋があります。ちょっとライト見えませんね。南小倉駅って書いてあります。 JR のロゴはありません。そして生活祭かやってるんですね。トイレの前なんだよな、地図がな。ちょっとやめておきます。柳ヶ浦っていいんでしょうか。ということで南小倉駅、西小倉も通ったんだけどね、ちょっと時間がなくて撮影できませんでした。